はい、ガバチャウクロガッパン長です。じゃあ、こっからね、ちょっとね、軽いなんかこう、チャラい系の話しましょうか。まあ最初、サーモン。サーモンってなんだ、サーモン、お寿司の話。どうでしょう、ご覧になったのあなた、サーモン好きですかね。まあ僕も、なんだろうな、寿司ネタの中で、いや、美味しいところは美味しいと思うんですよ。まああんまり美味しいところのさ、美味しいサーモン知らないですけど。まあ数ある寿司ネタの中であえてこれをね一番最初にこう手つけるとかっていうのはしませんけども、でね、この海外の人がこのさ日本のサーモンのお寿司そもそも日本料理じゃないんだぜみたいなそうですね。でまあよく最初の人がね、サーモンのお寿司日本料理ではないと、これは90年代前半日本に大西洋のサーモンを売っていたノルウェーのサーモン産業が作ったものなんだ。太平洋のサーモンには寄生虫がいるから、日本人がこの料理信頼するまで10年もかかったんだ、みたいな。そんな声を上げてる人がいまして。へぇー。じゃあ、ここから海外の反応いきますね。まず最初の人が、そしてノルウェーは石油輸出の次にマグロ輸出から収入を得るようになった。は？で、次がその寄生虫とやらについてもっと説明してくんないかな。他の魚より多いのかな。次の人が他の魚より寄生虫が多いというよりノルウェーのサーモンは水温が低いから寄生虫がいないということだと思うぞ。日本人はサーモンをいつも調理して食べていた。ノルウェーのサーモンは生で食べられるが日本人は最初抵抗があったんだろう。で次の人、ノルウェーの養殖してない魚は日本で生で食べることできないよ。ただし、凍結、まあ冷凍ですね。凍結して、寄生虫を、殺菌した場合は別だ。で次の人、そして生のシーフードっていうのは最初に凍結しているもんじゃないの。マグロもまず凍結して市場まで運ぶだろう。それが食の安全の初級編だ。で次の人、アメリカ人はみんなそれ知らないけどね、自分はアメリカの寿司料理店で働いてたけど、みんな鮮度がいいのは冷凍していないからだとか言っていた。だから実際は急速冷凍して、魚をマイナス40度まで下げるのが鍵なんだけどね。で、次の人、アメリカ人のほとんどは新鮮な魚は凍ったことのない魚だと思っている。で、次の人、輸入したサーモンも国内のサーモンも、日本では食べられるのは養殖したもののみだ。へぇ。海や川で取ったものは全て生では食べられない。で次の人、生のサーモンうまいよな。パンにサーモン乗せて、ビネグレットソースをかければビールモードになるわ。はあ、ビネグレットソースってなんだろう。ビネガー、なんか酸味の強いやつのこと言ってるのかな。で次の人、アメリカも EU もまずは凍結して寄生虫を処理するのが規則だがな。で次の人、ここ香港では日本人よりサーモンの寿司気に入ってるよ。実際、フラワーオブラブっていう独自のサーモン寿司すらある。これは地元の寿司職人が奥さんへのギフトとして最初作ったものだ。へえ。で次の人、マヨネーズ入れてるのかな。で次の人が、あそうだよ、米をサーモンで巻いて上にマヨネーズと赤い卵を乗せている。これイクラのことかな。で最高だね。次の人、これは多分キューピーマヨだな。それもサウザンアイランドソースにしたものだ。まあ、どうでもいいですけど。次の人は、寄生虫があるから全てのサーモンを冷凍しないといけない。たとえ最高の寿司料理店でも。最高の寿司料理店、サーモンないんじゃね。で次の人、カムチャッカの人々は巨大なサーモン産業を営んでて、日本は何世紀にもわたって貿易していて、したサーモンを食べてきた。一部の人にとって新しいからといってそれが非常に古い話だというわけではない。次がアラスカ州に住んでるけど、自分はサーモンに寄生虫なんて見たことない。一応言っておくと湖とか川とかの話じゃない。で次が、寄生虫見つかるのは太平洋のサーモン、大西洋のサーモンはクリーンなんだ。だからノルウェーは日本に売っている。で次の人が、それ全く答えになってないんだけど。で次の人が、だからお前がサーモンで寄生虫見たことがないのはアラスカには太平洋のサーモンがいるから、太平洋のサーモンには寄生虫がいない傾向がある。あ？で次の人、お前はアラスカの隣にある海がどこの海だと思ってるんだ。で次の人、寄生虫は全ての魚に入れるんじゃないの。で次の人、今でも日本ではサーモンが人気じゃない。
で次の人、いや人気だよ、サーモンとマグロは最も人気だろう。これどういう年齢層のどういう人に調査したかによりますけど、サーモン確か1位になったりしますよね。なんかどういうランキングか調査か知りませんけど僕の中じゃまあ死ぬまで一生1位になることは絶対ありえないですけどね。さて、寄生虫言ってますけど、これアニサキスだっけ。冷蔵輸出技術が発達して、要は新鮮なものを食べられるようになったから、逆にこのアニサキス被害っていうのが増えたりしましたんでした、しませんでしたっけね。まあそれでもまあノルウェーサーモンとかがね、まあ美味しいからって好んで食べる人はね、たくさんいらっしゃると思いますけども。どうも、なんだろうな、このね、内容もね、ちょっと突っ込みどころが結構ありましたけども、この海外の人たちって、まあこれに限らずですけどね、日本人たちよ、俺たちのおかげだ、感謝しろよ。こういう調子でね、こう絡んできますよね。ほぼ間違いなく。これがしたいだけなんじゃねえのかなって。で、まあ、サーモンのお寿司ですけどね、このノルウェーからの依頼で日本でのこの販路拡大を狙った広告代理店がね、当時流行してた回転寿司を中心に、要は北海道のルイベを参考にしてこのサーモンの握りを提案して浸透させたんですよね。仕掛ける側と仕掛けられる側っていうのがちゃんとあったんですよ、これ。だから後にこの北大西洋のサーモンは寄生虫の、なんか北大西洋のサーモンは寄生虫云々でしたけども、要はのでもノルウェーは淡水の養殖だから寄生虫がいないとか ありましたよね。なのでこのサーモンのお寿司、別にこれ外国人のおかげでも何でもないですね。ましてはノルウェーのおかげでも何でもないですよ。で、なんだろうな、その確かにね、このノルウェーのこの養殖技術によって、この寄生虫の心配がないサーモン、ね、それをお寿司に使うことができるようになって、このポピュラーになったっていうのはあるんですけど、ただし、このヒメマスとかこのルイベなんかで、このそれ以前からね、日本ではね、食されていたわけですよね。で、そのノルウェー産もね、大半はやっぱ冷凍輸入ですよ、コストの関係で。で、その中でもその高級品とされる、なんだっけな、オーロラサーモンっていう呼び方するんだっけかな。これが、だけかな、生で空輸されてくるんですよね。だからまあ現状だとこのノルウェー産よりもね、これ、チリ産だよね。冷凍でメインで流通してるの。流通量から言うと、今はもうチリ産が多くなかったでしたっけ？確か。確かルイベって昔からあるこの保存調理方法でしたよね。何もしない新鮮なサーモンはやっぱ当然寄生虫もフレッシュですよね。だからまあね、基本このサーモンは日本国内では昔はこの生で食えないっていう認識で間違ってないですよね。だからまあそうですね。で、実際そのね、90年代初頭にこのノルウェーのこの水産業界、業者さんが日本の漁協に売り込みに来て、で、まあそれからノルウェーサーモンが広く流通した。これは確かなんですけども、ね、でも日本がそれまでね、この鮭、サーモン、ろくに食ってなかったみたいなね、そういう認識だったじゃないですか、コメント見てると。これがもうまず完全に間違い。で、そもそも寄生虫いないのこの海で取ってるからだろうと。日本のこの川に上がってきてから取るから寄生虫がいる。まあ知らないでコメントしてる人が大半だったんですよね、今回もね。まあこれに限らずですけども、日本ってやっぱりね、何でもこの取り込んでそれを生かしてね、料理するとか、やっぱそれが日本なんだと思うんですよね。だって、これ言い出したらやっぱりね、日本の回転寿司もうそもそも寿司じゃねえのがガンガン回ったりしますよね。だからあれはあれで、要は需要があるから、まあ成り立ってるんで、まあいいんじゃないですかと。まあ僕は行かないですけど。まあそれでも何回かこのサーモンのお寿司、僕も食べたことありますけども、北海道で食べるのはもうちょっとね、サーモンに限らず、魚介全般ちょっとね、この関東ね、この東京のとで食べた場合と比べちゃうと、もう比べるのも比べても意味ないなっていうぐらい違いすぎるんでこれもしょうがないですけど、なんだろうな、この関東で食べる場合だとなんか油が乗りすぎてるっていうのかな、そのままだとあんま美味しく感じないのかな。だからこう炙ちょっと炙ったぐらいがちょうどいいみたいな、僕の好みっていうかこの感覚で言うとそういう感覚ですかね。
だから回転寿司とかなんかでこうねやたらこうもてはやされてるこのトロサーモンとか言われるあれって要はあの昔は油がこう多すぎて廃棄してた分も無理やりトロなんちゃらっつって売ってるだけですからね。うん、しかもこのだって実際トロサーモンなんてもう置いてんの回転寿司だけですからね。うん、まあ、食通を気取るわけじゃないですよ。これはちょっと誤解してほしくないですけど、なんかねサーモンってそのまま食ってもねこの東京近辺だとさねなんだろう水っぽく感じるんですよね。だからこう炙った方がって言ったんですね。でも北海道で食べるとそんなことないですよね。うん、ちょっとね別物かなと、本当に同じサーモンかなと、北海道の場合は鮭かなみたいな。うん、いや美味しかったっていう意味ですよ。うん、でまあ、北海道はなんか昔からこの鮭、サーモンのお寿司あったんですよね。まあさっき言ったルイベってやつですよね。このなんか凍った鮭を、削いだようにこの切って握るやつですよね、確か。で、このルイベ、アイヌ語でこの削ぐっていう意味なんでしたっけ？確かそんな感じでしたよね。うん、違ったらごめんなさい。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。